これがうまいんですわ、これが。これがうまいんだしゅー。ほら、おいしそうじゃないですか、これ。どうも、リュウジの兄さん、チュウジです。チョウジです。チャージです。ということで、燃料チャージです。あー、何するんだっけ、今日。全然忘れちゃった。なめろうを。なめろう。なめろう。サワラ水煮缶を使って、作ります。何を作るんだっけ。なめろうだね。なめたらあかん。ということで、今回は、この間、ヒルナンデスでも紹介したですね、サバ缶の塩なめろう。これをやるのがね、ヒルナンデスで出てたんだ、あ、ヒルナンデスやった料理なんだっていう、一般の方々がこの動画にたどり着くのが楽しみでしょうかね、僕は。そんな時に、どんな罵声を浴びせられるか、みたいな。皆さんもよろしくお願いします。はい、いつも動画を見ていただいている方は通常運転でやっていきたいと思います。はい、ということで今回はね、サバ缶をね、なめろうにしてしまうというですね、なめろうってどういうレシピかっていうと、生の魚叩いて、お野菜とかと一緒に叩いて、お味噌ベースで食べるってやつなんですよ。今回はね、サバ缶、火が通ってるやつなんですけども、めちゃめちゃ美味しいんですよ。本当にいつでもできる。ご飯に乗っけても美味しいし、つまみにもなるっていう、そんな簡単でもう、もっちゃもちゃ美味しい、何を作るんだっけ。サバ缶と冷凍オクラの塩なめろを作ってきます。リュウジのバズレシピ、じゃあやっていきたいと思います。オクラです。オクラ解凍しましょう。刻みオクラ 75g 入れていきます。はい、 100g 入りました。戻します。75g ぐらいね。で、これでね、ラップするんだったと思いますね。2分ぐらい。電子レンジかけすぎると、あったかくなりすぎちゃうんで、1分40秒ぐらいでいいと思う。で、サバ缶なんですけども、これ内容量ね、190g のものです。だからこれね、半缶分使います。で、今回なんか、言い訳して飲まねえなと思った皆さんいると思いますけども、もう飲んでるんで、大丈夫です。大丈夫です。割と限界です。半分で 90g なんで、だいたい半分ぐらいを、こう。温めてるうちに冷めるから大丈夫。はい、こんな感じですね。サバ缶半缶とオクラで、これを叩いていきます。叩くで、これね、なめろうってこの生魚を叩いて粘り気が出るじゃないですか。あれが美味しいんですよ。でもこのサバ缶って加熱してあるから、トントン叩いても粘り気ないんですね。で、この粘り気をこのオクラで補強するっていうね、レシピなんですよ。これがうまいんですわ、これが。両方とも保存ができる食材なんで、手に常備しとけば、いくらでも、ここでも、塩なめろ。もうちょっとね、魚の食感とか、オクラの食感が残ってた方がいいなって方は、もうちょっとね、やっていただいて。はい。はい。こんな感じです。すっごくいいです。だから、お夜食とかでも、オクラとサバ缶で食べた感があるし、すっごいね、罪悪感がないおつまみですので、そうめんとかも合いますしね。白だし。ね、僕は山木の使ってます。100ml あたり 10g の塩分の、濃度のものです。これ、ね、違う、タイプの白だしを使ってる方は増減させてくださいね。お願いランキングやった時に、声優の、小松美香子さんと共演したんだけど、その時に、リュウジさん、イントネーションおかしいですよねって言われて、なんか、僕、ごま油って言うじゃないですか。なんか、ごま油なんですよ、本当はね。白だしも入れてるので、まあ、塩なめろうなんで、お塩、まあ、ちょっとパラッと一つまみ入れておきましょう。もし、薄めが好きな方は塩入れなくていいです。もう僕はね、もうね、黒胡椒はね、もう思ってるね。3杯入れますんで、はい、もう3杯入れてください。はい、これぐらい、これぐらい、もう今日は4杯入れてもいいぐらいですね。レモン汁もね、コンクでいいです。こういうタイプの、はい、生のレモンとかね、あんま売ってないんでね。はい、小さじ3分の2入れます。こうやって混ぜ混ぜしていく。どうですか、このとろみ。これがうまいんだしゅー。これがうまいんですねー。これは絶対日本酒。日本酒なんだから。ウイスキーも全部飲んじゃう。もうスタッフがやめとけやめとけみたいな感じしますけど、俺はもう止まんねえからな。3日も酒抜いてんだこっちは。飲みたかった。3日抜くとね、飲みたくないよね。今日が禁断症状の日か。今日はもうもうむしろ飲まなきゃいけないみたいな。はい、そしたら森地君に申し訳ございません。はい、じゃあやっていきたいと思います。じゃあね、これをもう器に盛るだけです。これね、なめろうっていうのはそもそもが味噌味なんですけども、今回はね、塩味でやるんですね。真ん中くぼませてください。パラパラパラっと、塩なめろうなんで、ちょっと卵黄合うかなと思って、卵黄ね、ここに卵黄をのせると。
ほら、美味しそうじゃないですかこれ。こちらで世にも酒に合うですね、サバ缶の塩なめろう完成です。それではいただきていただきたいと思います。いただかせていただきたいと思います。いただきます。よし、日本酒のターン。この間いただきましたこのチーチーバのお酒ですね、福祝いのね、山ハイ合うんですよこれが。これはね、卵黄を崩して、卵黄を崩してこれをいただきます。いただきます。うまっ。食感完全になめろうなのにさ、めっちゃさっぱりしてんの。絶対あったかい。普通のなめろうなの結構味噌のねっとり感というかコクがかなり効いてくるんです。今回ね、ごま油とやっぱお塩の白だしの味がすごく効いてて、ほんの少し入れたレモン来てますねこれね。ダダ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 、あのね、ラー油かけとけばねほぼうまいから。この辛み、香り、うまっ。オクラのネバネバとサバ缶の味が合わさることによって、このさっぱりとしたなめろう風味、ご飯もいけますかこれ。うん、最高にうまい。めっちゃ簡単にいきますよ、ね、絶対あったべでござい。缶を作りますそれ何それ。サバの水煮缶です。サバの水煮缶を作ります。じゃあ完成。はい、サバの水煮缶を使って作ります。どこでもいくらでもね、どこでも塩なめろ、どこでも塩なめろ。あ、ちょっとすいません、大山信代バージョンでやってしまいました、水田わさびバージョンの方は申し訳ございません。はい、ちょっと昭和の人間なのですいません。